孫ミンがトッテナムホットスパー FC の今夏のアジアが成功的だったとし、ファンに感謝を伝えた。トッテナムは28日、クラブのホームページを通じて、マウリシオポチェッティの監督と孫ミンの感謝の挨拶を伝えた。トッテナムは去る21日にシンガポールでユベントスと、 25日に中国でマンチェスターユナイテッドと2019インターナショナルチャンピオンズカップの試合を行った。孫ミンは、幻想的なツアーだった。ファンらが僕をこんなに喜んでくれると思わなかった。本当に感謝している。アジアファン、さらには世界各国のファンが僕たちをどれほど応援しているのか分かったと述べた。続けて、 またシンガポールと中国でプレシーズンを過ごしている間、一緒だった方々に感謝を伝えたいと付け加えた。ポチェッティの監督も、アジアツアーは幻想的だった。私たちのファンに感謝し、スタッフにも感謝の気持ちを伝えるとし、私たちのパフォーマンスは良かったし、改善すべき点も見つけた。 ロンドンに戻って新しいシーズンを準備すると明らかにした。